こんにちは、褒めまくりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日は外国人おもてなし事件簿を久しぶりにお伝えします。題して外国人おもてなし事件簿フランス編、イスラム過激派猛威フランス人を斬首です。それでは早速行ってみましょう。 AFP 通信によりますと、フツパリ郊外で16日、男が男性教師の首を切断し殺害する事件があった。警察は容疑者の男を射殺。中学校の歴史教師を務めていた男性は最近の授業で、イスラム教の預言者ムハンマド、プロフェットモハンメドの風刺画を見せていた。警察筋によると、容疑者の男は警察と対峙した際、アラーアクバル、アラビア語で、神は偉大なりの意と叫んだという。事件は同日午後5時日本時間17日午前0時頃、パリ西岡コンフランサントノリーヌコンフランスセントホノリネの学校近くで発生。捜査関係者によると、学校付近に不審人物がうろついているとの通報を受けて出動した警察が、男性の遺体と近くでナイフのような凶器を持った男を発見した。警察が身柄拘束を試みたところ、男が威嚇してきたため発砲し、男は重傷を負った。地方関係者によると、男は後に死亡が確認された。現場は立ち入りが制限され、警察関係者によると爆弾付きベストの存在が疑われることから爆弾処理班が出動した。男が叫んだとされるアラーアクバルは、イスラム過激派が襲撃事件を起こす際に頻繁に口にする言葉。検察はテロ組織に関連した殺人とテロリストとの犯罪的関連の疑いで捜査が行われていると説明した。この容疑は風刺週刊誌シャルリー・エブド・チャーリー・ヒブド元本社前で先月起きた死傷事件で、容疑者のパキスタン人の男に対してかけられている容疑と類似している。同事件では同氏によるムハンマドの風刺画掲載に対する報復として2人が肉切り包丁で刺され負傷した。パリでは先月から2015年にシャルリー・エブド資本社とユダヤ系スーパーマーケットで起きた襲撃事件の共犯者とされる被告の公判が行われている。フランス国内では公判の開始を受け、同氏とフツ政府に対する抗議デモが各地で行われた。フツ内務省によると、モロッコを訪問中のジェラルド・ダールマニン内相は事件発生を受け、ジーン・カステックス首相とエマニュエル・マクロン大統領と協議を行い、急遽帰国することを決めた。以上です。皆さん、どう思いましたか？どう感じましたか？褒め、まくりは、何度か、移民の危険性と異宗教の危険性の動画を作ってきました。こういう事件は日本のテレビではおざなり程度でしか扱わないでしょうね。テレビは移民賛成でしょうし、経済界も移民大賛成でしょうし、自由移民党も移民賛成でしょうし、公明党も他の野党も移民大賛成でしょう。官僚も移民大賛成でしょう。天才菅野首相も移民大賛成なんじゃないのかと思います。安倍前首相の政策を継承するって言ってますしね。それに竹中さんですからね。お金好きそうですよね。大笑いしそうです。一般国民が移民やめろと言ってもこの人たちはやめないでしょうね。拝金主義者ゼニゲバにとっては移民は金のなる木です。お金儲けです。この人たちにとっては日本人の生命と財産はどうでもいいんです。日本でも筑波大学校内において同じような事件も過去にありました。犯人さえ捕まりませんでした。今回は多くを言うつもりはありません。ただ移民は危険です。移民を受け入れてはいけません。必ず事件は起こりますし、もう事件は頻発しています。これからも移民犯罪移民おもてなし事件簿を皆様にお伝えしていこうと思います。二階さんはどうお考えなのでしょうか。
聞いてみたいですね。最後に、日本に移民を大量に受け入れた政党は自由移民党であり、天才安倍の前首相であるということを皆様お忘れなきように。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。